皆様ごきげんよう今今週のご講室高清水優子ですえ今日のこの時間ですがまずは皆様に注意喚起したいことがありますのでこちらのフリップからご紹介をいたします。 こちらをご覧ください。区内庁職員等を名乗る献上依頼にご注意くださいという内容です。ちょっとご紹介いたします。区内庁の関係者であると名乗り、相手方に対し、公室に献上するためとして文書で物品の提供を依頼し、物品の提供を受けた後、検証した旨の記載のある看板のようなものを渡すという事案につき、先般紹介がありました。 宮内庁またはその職員が皇室への物品の献上を一般の方に依頼し献上につき看板のようなもの等をお渡しすることはありません宮内庁の職員または関係者であると名乗り皇室への献上などを求められた時は十分に注意し必要に応じて宮内庁地元の警察等にご相談くださいということです。 えどうか皆様このようなあのことがありましたらあの区内庁また警察に相談の上え絶対にこれのおあの相手方の言う通りにはしないようにしていただきたいと思いますのでえあえて中期喚起をいたしましたさて今日のこの時間ですけれども秋篠宮公子秘殿下紀子殿下が実は8月7日から 福島県を訪問されることが福島県庁より発表されましたこの内容なんですけれども8月7日に紀子殿下は福島県郡山市で開かれます国際天文学連合アジア太平洋地域の天文学に関する国際会議の開会式に出席するために福島県を訪問されますそしてそれと同時にです、ね、この開会式のほかに 福島市ふれあい科学館や藍津若松市の藍津犯行日清館も視察されると発表されています紀子殿下が東日本大震災の後5回福島県を訪問していますし最近ではですね2020年1月に台風で被災した伊達市のええ果樹農家などをえ殿下とともに私的に訪れ被害を見回って とといいうことも報道さされれてまますすが8月7日に訪問されます今回私が注目をいたしましたのはこの中で紀子殿下が会津若松市を訪問されてそして会津藩公日進館も視察されるというところなんです。なぜかといいますと紀子殿下の非おじい様は会津のご出身でいらっしゃいます。そして紀子様の おばあさまなんですが川島いとこさんえー、もう、えー、亡くなられてはいらっしゃるんですけれどもはい、えー、紀子様はご自身が大好きなおばあさまというふうにおっしゃっていた川島いとこさんというおばあさま、えー、川島いとこの、えー、いとこは 父様と同じ字なんですけれども紀子殿下のお父様の川島達彦さんがやはり母への思いがお強いということも感じられますがお生まれになった長女にも同じ字で「えー、紀子」という命名されたところにも思いが伝わってきます。そしてもう一枚ちょっと小さい写真で恐縮なんですけれどもご覧いただきたいと思うのがこちらですね。はい。 えー、紀子殿下とそれからお母様の和代さんとそれからおばあ様のいとこさんとのスリーショットなんですけれどもこの川島いとこさん、えー、紀子殿下のおばあ様はご自身が会津のご出身であるということを大変誇りにお持ちになっていた方なんです。 私も何度もお話をさせていただきましたけれども本当にあの誇り高く上品でそしてやはりダメなことはダメということをしっかりとその辺りの認識をお持ちになっている会津の女性だなということを感じましたそしてこの川島いとこさんの父上が会津のご出身で、えー、池上志郎さんという方です以前もご紹介したことがあるんですけれども実は 天王寺公園、大阪の天王寺公園にこのような銅像があるんです。第六代の大阪市長池上元郎氏、紀子殿下の非おじいさまにあたられます。先、えー、の対戦でこの銅像いっ。 亡くなったんですけれども大阪市民の手で再び建てられたのがこちらの銅像で天王寺公園の一角にこのように立派にお立ちになっています。あの御堂筋を作った方でありそれから天王寺動物園を作った方そして全国に先駆けまして養護施設福祉施設を作った方でこの福祉の分野ではこの池上四郎氏を知らない人はいないというほど大きな功績を残された方なんです。 この紀子様の非おじい様の池上四郎氏ですけれども会津、まあのご出身ということは先ほど申し上げましたけれども白体に志願をしたんですところがその当時年齢が満たないということで白体への入隊は認められませんでしたしかし皆様考えてみてくださいもしこの紀子様の非おじい様池上四郎氏が白虎体の2番隊に入隊していたとしたら考えてみますと。 紀子様は存在しなかったことになりますし現在の秋篠宮家もなかったかもしれない当然のことながら悠仁親王殿下もお生まれになることもありませんでしたこういう方なんですそこであえてですね今回はその合図ということに注目をいたしまして改めてこちらで十の掟きなどもご紹介をしたいと思います。このの掟ののの十ままず下の方の文章からご紹介しますえ。慶応四年。 1868年の鳥羽伏見の戦いの後会津藩では軍政をフランス式に変え精神論ではなく戦力に重きを置いて玄武隊清流隊朱雀隊白虎隊の年齢による組織に改め力を注いでいました。 当時会津藩の男子は10歳になると藩校日進館に入学する決まりになっており白虎隊の大使たちはこの日進館で学んだ16から17歳の少年たちで、えー、編成されていましたそして白虎隊の藩士たちのこの10の掟ですけれどもご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが今日はこちらもご紹介したいと思います。1つ 年上の人の人言うことに背いてはなりませ一つ年上の人にはお辞儀をしなければなりませぬ一つ嘘を言うことはなりませぬ一つ卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ一つ弱いものをいじめてはなりませぬ一つ郊外でものを食べてはなりませぬ一つ郊外で女と言葉を交えてはなりませぬ。 ならぬことはならぬものですこのおき掟につきまして実はですねあの私も紀子殿下あるいは、えー、ご実家の川島家の皆様とこの合図の「ならぬことはなりませぬ」というあの会話をしたことが何度もございます。えー、おばあ様が 会津出身ということを誇りに抱いていてそして当然のことながらその息子である川島辰彦氏紀子さまのお父様にあたりますけれどもその精神を受け継いでそして紀子殿下もやはりならぬことはならぬというお気持ちというのはずっと根底にお持ちになっていらっしゃるということを会話をしていても感じることです。え今回ですね 紀子殿下にとりましてはまさにご自身のルーツとも言うべき会津若松市においでになってそして日進館もご視察になるということは大変大きな意味があるのではないでしょうかそしてまた会津ということで言いますと今の秋篠宮邸なんですがもともとは秩父宮邸です秩父宮妃節子殿下も会津の血筋の方でいらっしゃいます。 そしてまた秩父の宮殿下のお印なんですが若松なんです、まあ。偶然かもしれませんけれども会津、まあ、若松という一つの形になっているなということも感じられますけれども今秋篠宮家をめぐってはいろいろなところで心いいバッシングが蔓延しています。そういう意味では紀子殿下がこの度8月7日に 福島県を訪問されて、そしてまたご自身のルーツでもある合図を訪問されることで地元の方々との触れ合いそしてその空気をこう大いに吸い込まれることで元気に元気を取り戻していただくといいますか今の厳しい状況の中でも少しでも元気になっていらっしゃればと思います。 回復されればいいなということを国民の一人としてご記念申し上げたいと思いますえ今回8月7日から福島県を訪問される紀子殿下のニュースということでお伝えしましたが現地の様子につきましてはまた現地の皆様のお声なども取材して後ほどご紹介したいなというふうに強く思っている次第です以上今週のご講室でした